細部まで丁寧に表現されたアニメの背景画。この背景画の制作を専門に手掛けるアニメスタジオが今年4月秋田市に開設されました。今日は秋田市の誘致企業ガキプロ A スタジオを紹介します。キャラクターというよりも私たちはその風景とか部屋とか、まあキャラクターの後ろにある絵を描くのが仕事になってます。名探偵コナン、夏目友人帳、犬夜叉、アンパンマン、まあその他たたたたガキプロ A スタジオがこだわる制作スタイルはデジタル作画。この制作スタイルは背景マンと言われる美術スタッフの高い制作力と技術力が問われます。ガキプロ A スタジオは能力の高い美術スタッフを求め秋田市への進出を決めました。美大があるというのは大きいと思います。秋田に来た理由の中で美大の存在は大きいと思います。まず入社した時から基礎ができている。今まで4人、今年新卒で3人来ましたけども、みんな基礎ができている。そこは大きいです。あ、真面目でよくやってくれてます。みんな絵好きで描くこと好きなので、将来有望です。高橋恵理子です。美大の時の専攻はビジュアルアーツでした。今3年目ですね。はい、東京の石垣プロの方で働いてました。はい、私は絵が好きでずっと美大にいたぐらいなので、絵描いて働けたらそれでいいなと思って、志望動機はそんな感じ。イラストレーターにはあまりなる気がなくって、キャラとかもあまり私は描かないというか苦手な方だったので、背景の仕事いいなと思って石垣プロの方に。楽しいです。毎日絵が描けるので自然物をもっとうまく描けるようになりたいです。川崎かなえです。大学の時は秋美の大学院の複合芸術学科というところに所属してました。社会とのつながりとかそういったこととかを芸術と組み込みながら考えるっていう風な視点で勉強していました。絵が好きで絵を描きながらこの先仕事とかしていけたらいいなと思って志望しました。研修をしながら前よりも自分のその力不足だった部分とかっていうのがより浮き彫りになって、すごく勉強するのがすごく楽しいなというふうに感じてます。アニメ背景としてまずは使える段階まで自分を高めていって、そこからさらに洗練されたものっていうのを生み出せるように頑張りたいなと思ってます。特別な存在じゃないと思います。地元に馴染んでいければいいかなと思います。そっと見守ってもらえるとありがたいです。